はい、それでは、続きです。こちら今日演奏してみたサークル系サンズって書いてあります。なぜかコンビニで、提供してるんですが、コンビニとしてはただこれに提供してるだけ。なんか唐揚げ棒とか、ね、売ってるわけではございません。中古サンドもありませんっていう感じですかね。さあ、宇宙ブースです。 JAXA が協力してるということで宇宙船が見れるわけなんですよね。宇宙いいですよね。それでニコニコ松会議の方の車がこちらにあります。これはすごいね。こんなにこれはすごい。軸で絶対もうこれもガルパンの世界ですな。これですよ、深海。この飛行機、これもかっこいいですね。この深海艇もなかなかね、潜水艦でしたっけ。海上自衛隊、航空自衛隊部分全部来てますね。陸上自衛隊が LINE をやってるそうなので、ぜひとも LINE 登録してみてはいかがでしょうか。自衛隊ブースございます。さあ、ニコニコ神社はこんな感じですね。多分今ウェリーを歌っているんではないかと思います。さあ、第1ルート大王ナジャルシゾフムシ、そういうの協力でやってるみたいです。超ニコラジー3、超ニコラジーも移動してますね。これも確か最終版の方では1号館にあった気がしますだもんね。まあ、ユーザーの方も1号館。そもそも3号館使ってないですからね、おととしは。2回の時はなんかスポーツ、その身体測定とか体力テストをやるためのブースで3号館があった覚えがあるんですけど、そういうのもあんまり使ってなかった印象ですよ。今年は大々的に使ってます、3号館自体も。これがね、言論コロシアムやってますね。まあ、こうやっていろんな出演を撮ってます。やっぱアイマスすごいです。アイマスはすごい。それ何よりもコスプレの人たちもすごい。まあこうやっていろいろ見ていくと無視で出会いますからね、コスプレしていると。これはなんだ。これは何だ。キャンパス。何だかんだまた会います。好きでありません。
中村ゆり子さんが午前中に続いて午後も起きてるって感じですけど、まあそのように、なんかどっかで沼倉さんを見たんですけど、確か昨日かな、昨日は沼倉さんが来てたんですけど、今日は中村さんだけですかね。あ、ユーザー生放送ちょっと見れてなかったんで行きます。こんな感じです。はい、聞こえなかったですか。すがりはもっとこんなに動いてるのこの感じで今セーラームーンが来てますが映ってません。著作権の関連上しっかりと光を浴びてます。さあ1号館の方行ってみますか。1号館はまあ一番ね久しぶりになるやつ。じゃあ昔はね、あの1号館タダだったんですけど、2からは全面的に有料になって、ね、ここでパスをね切り取られることはないくなったんですけど、まあコスプレイヤーがたまる場所です。人が集まります。いろんな人がいます。ナビタイムも来てます。どうも僕は、ミクとリンとマルカマギカが多いイメージがあります。お相撲さんもお相撲さんも楽しんでるということです。さあ1号館はいろいろ来てます。ジートブースがあります。仮面ライダーが来てますね。さあ自民党ブースの選、外戦車は今年は気合い入れてアニメチックになってますね。ブースは、コーナーズやってます。アベピョンティキパチというのもあります。共産党の外戦車を出してます。こちらはあるあるシティ、北九州の小倉にあるあるあるシティのあれですね。そこで、あの、福岡のアイドルグループが応援してる人が多いので、あの、なんか十何年に一回に可愛いあのアイドルも福岡出発ですからね。さあ、維新の会もこんな感じでブース出してて、ユイノと聞いたことない。ガンホーこちらに出してますね。こちらは割と細かく出してるようなので全部姿勢は紹介できれないんですが、まあ民主党ブースもありますし公明党ブースもあります。お相撲さんもいます。まあでも白鵬あたりはいないと思われます。僕はゲームブースです。まあ
で、イメージできるとあんなところに現物あったっけってちょっと企業が増えたんですよね、現物が。さあ、今回の目玉の一つはここファミリーマート。この車もそうですね、アメ車チップのあれですけど、アスメニックプロジェクトと書いてあります。こんな感じで、まあ、ファイマはミクがあれですかね。ちなみにマルケソンクスはエビチューですけどね。さあ、ヤフーブース、フリーの袋がもらえるということで、結構いろんなやつがあります。このファミマではですね、数量限定で食べ放題ができるということで、こちらなんとすごい人気で、まあ、開始20分もかからず、完売になってしまったという、食べ放題があります。今やってるかというとやってます。今こうやってこうやって食べていただいているとかですね、丸パン、全部見るのは大変ですね。任天堂のブースも、こちらは初めて見ました。 NTT 興味大研究所は、こちらマリターの大会です。こんな感じで車が置いてあるので、ね、プロの人が写真撮ってくれてある。まあ、こちらもまあもう終わりに近いのでですね。で、ドラクエの体験コーナーあります。Xbox もありますね。それでガムのステージ。これでもガムとジョイが並んでます。ライブガムがここを出してるんですが、その奥でジョイサウンドが出せるって感じですかね。横浜タイヤとかも出してるって感じですか。角川書店もある。テーリング出してるみたいですね。さあ、ジョイサウンドはこんな感じです。さあ、これはバンプレストを出してます。コミックウォーカーのアイレントリア、バスケができる超バスケ場、そして、射撃コーナー、これ何なのかな。回ってみるとかなりの、やつがありますが、このバンプレストのところはですね、軽音があれですけど、
感じ、形容がいっぱいある。思い出はあるかな。まあ、なんだかんだね、グループにもなってきてるね。ね、かわちゃん先生もいますね。5人だけじゃない。サバちゃん先生もいる。でも、ウイちゃんはおらん。ウイちゃんおらんし、ジンちゃんもおらん。まあ、仕方ないですよ。まあ、ねえ、サバちゃん先生は5人ですから。まあ、間違いなく言いますわ。さて、残りは、ウクラホーローソンがあります。ローソンコーナーです。とんかつも置いてあります。まあ、こちらはミニフードコートって感じですかね。こちらちょっと小さくなったフードコートなんですが。ちょっと待って。どうじゃん、おすすめ。ちょっと、ただし、なんか、ミニファンスタジオとか、なんか、漫画すごい人気です。人気としては自分の欲求に従って、何も構ってくれる人を、自分が集まったり、自分は、たくさんそういう。じゃあ、冬はこうだよ。そして、記念パピコのコーナーもあります。まあ、ピザは全部出てます。お茶漬けも完売。シュークリームも完売。という感じですか。それでこっち、ローソンはまだちょっとあれみたいですね。一応、唐揚げくん残ってる。そうそう。魔法少女マドカマイカの、野菜しもあります。ここら辺なんとなく、小向けの休憩スペースに出るような感じ。さあ、出口に近いところで、このローソンブース、これね、ちょっとね、こう見ると本当にローソンかって思うぐらい、アイマスと、並びますよ。アイマス、アイマス。ポンタ君と、唐揚げ君が並んでる。さあ、こちらシンデレラガールかな。アニメ化が決定します。私はあんまり知らないです。正直言うと。そしてアイマスのこっちも、なるほど。ちなみに、まあ、5月27日はこれをやるそうです。生茶ですね。はい。なぜか響きだけ前に立てるのは、なぜかよくわかりません。さて、以上が、ニコニコ超会議3の全貌でした。前回より詳しくやってます。前回よりは詳しいと思いますよ。なんでここをぐるっと回ったのか、今回2回の思い出なんですが、今回は、なんと、私もユーザーとして出演したので、来た道ができました。なので、今年は大回りせずに、今年のことに成功したのです。よかった、今年はと思いました。まあ、出演はしました。何に出演したかは、まあ、生放送で見てください。さあ、これ進撃の巨人のモナカです。じゃあ頑張るとモナカがもらえる。今日はサンダーステージ。そういう、まあ、こんな感じで並んでますが、とりあえずこっちはゲームエリアということで、まあ以上ですね。以上が、日本語超会議3の全貌でした。では、出口でも見ながらお別れをしたいと思います。ちょうどあと30秒ですから。というわけで、以上です。さようなら。ではまた4回目あったら4回目で。